はい、どうも、ヨリピーです。今日も目指せパワフルの頂点やっていきます。今日はついに、最終ラウンドで、最強大学黒獅子重工レッドエンジェルスと、対戦していきたいと思います。今までのチームってくると、どんどん撃破ゲージがやっぱ上がってきてて、かなり倒すの大変そうな感じがします。まず1試合目が、黒獅子重工ですね。よし、ミートダウン、ヒットを打つ。まあ、受けるでしょう。部長か。部長はエビキャラ化しないんですかね。あ、ミートジーだ。本職得ました、こういうものです。ミートジーは、うお、フォーク。ミートジー変化球はちょっと厳しいですね。ミート打つべきか。さすがミート打ちすべきっすね。変化球多い。おお、やりますね。きた。いや、強振でよかったやっけ。おっと、絶不調は。打てるかどうか。うわ、1ミリも減らせなかった。いやー、これはちょっと厄介ですね、黒獅子重工。次行きましょう、黒獅子重工。いやー、これきついかも。まあ、強振でホームラン打つしかないっす。ああ、250倍。まあ、いいか。いや、フォークなんだけど。ああ、このフォークかな。まっすぐだった。うおー、下手。部長強いな、これ。おお、これはすれば、全然減らない。まあ、ストレート打っていくしかないっすね。はい、ケイン。あ、ミートズ意外とホームラン打てるという。じゃあ大体だけど、激化ゲージが大きいので、なかなか倒せそうないですね。はい、次。レッドエンジェルスが現れた。外国人チームですかね。うわ、不調が多い。パワフルでヒット打つ。
どういうチームかわかんない。振動。しゃ。今日はいい勝負ができそうだ。俺もそう思う。何ストライク。あ、なんで、なんで空振り。ちょっとゼフチョカー変えようかな。はいか。しまった、見てなかった。よし。交代。ああ、ツーシーム。くそー。何行く。うわ、フォークか。一本落ちたい。ホームランが良かったけど、まあ一本は打ちて良かったです。しゃ、まあちょっとだけ。はい、次。レッドエンジンス。よし、250倍来た。まあストレートかツーシームを狙えばホームランいっていると思うんで、そこ狙いですね。フォーク以外は打てるはず。350倍に。スライダー結構曲がりが大きい。ストライク取りに来るか。来た。はい、いいですね。もう一本、もう一本。おお、これは打てない。来た。はい。さあ、結構は耐えた。ダメージ。これいい感じですね。よし。はい、次へ。お、最強大学。6本目でダウン、1つ。城山かな。あんま強そうではないけど、よっしゃ行くと。スライド。よし。
し、あ、ワンシーン。シャンシーン。シサクタス。あ、しまった。うおー、今のはもったいない。じゃあ、ちょっとロックオンレベルが下がってる影響で打てなかったかな。勝利。まあ一本もったいなかったけど、まあまあダメージを与えられたのではないかと思います。まあ、最終ラウンドはこんな感じでやってみました。ご視聴ありがとうございました。ではまた、別のイベントで。